はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、日本で所持できる強力な銃トップ3ということで、まあ日本で所持できる銃なんてね、たかが知れてるだろうっていうふうに思ってる人もいれば、まあ言うてね、猟銃ってこう、熊とかも駆除できるぐらいだから、まあ結構威力あるやろっていうふうに思う人もいると思うんで、まあそこら辺もいろいろ考えてみてですね、まあ今回はね、日本で、所持できる、合法的に所持できる強力な銃をね、ランキング形式で紹介していきたいなというふうに思います。で、いつも通りね、まあ、1位から見ていくんですが、まあ、その堂々たる1位は、まあ、やっぱりこれですねっていう、アメリカンスナイパーにも出てきたマクミランのタク338ですね。まあ、というか、まあ、338であれば、まあ、338ラプアっていうね、弾使える銃すべてがね、まあ、第1位に君臨すると思うんですが、まあ、なんでって話ですけど、まあ、どういうことかと言いますと、まずですね、日本の法律上、ライフル銃の口径は基本的には 10.5 ミリまでがセーフという、まあそういうことなんですね。だからこうなんていうのかな、まあ口径換算すると41口径までねセーフなんで、44マグナムはね、ライフルカートリッジにしてライフル銃作ってもダメなんですが、まああとこう50口径もね、まあ要するに対物ライフルみたいなのも基本的に所持できないんですが、まあ、338ラプアって実はこう口径で言っても 8.6 ミリしかないですね。まあ確かにこうなんていうのかな、7.62 ミリのね、まあ弾に比べれば結構でかいなってなりますが、まあそうは言ってもこう余裕でね、まあ口径、まあ日本の、ライフル銃の口径の制限範囲内なんで、まあ問題ないですよっていうね、ある意味誰でもとは言わないですけど、まあ結構ライフル銃の所持自体がめんどくさいなんで誰でもとは言わないですけど、まあ一応所持できるってもので、で、その338ラプアって弾自体が結構シャレにならない、まあすごいもので、まあ射程がまずめちゃくちゃ長いんですね。大体の、なんていうのかな、最長狙撃記録みたいのって、大体50口径の対物ライフルでやることが多いんですが、まあ、338ラプアでも、世界最長距離の狙撃記録で言うと、2475メートルからを338ラプアで抜いてるので、まあもちろんね、そういう、なんていうのかな、狙撃の距離って、まあ、いろんなコンディションとかね、打ち下ろしがどうとかね、まあそういうあって、もうある程度遠くまで見えなきゃいけないよねとか、まあそういういろんなコンディションによるので、まあいつでも2キロオーバーをね、ちゃんと狙えるのかっていうふうに話になれば、まあもちろんそんなことはないにせよ、まあ結局射程はめちゃくちゃ長いっていうね、まあ1キロぐらいは余裕で撃てるみたいな、1キロ2キロはまあ撃てるぜみたいな、まあそんな銃なので、そんな銃がたまらなので、まあ威力はあるわっていうね、それは強力だわって、まあそんな感じですね。で、しかも、まあ、338ラプアとかになってくると、まあジュール換算、まあ要するに、まあエアガンとかもありますよね。ジュール換算で言っても、5.56 ミリ。まあ M16 とかで撃ってるあの 5.56 ミリの、ジュール換算で言っても4倍とか5倍とか、まあそういうレベルの威力っていうかジュールがあるので、まあむちゃくちゃエネルギーもでかいっていう、まあそんな感じらしい。で、ボディーアーマーとかも、まあこの世の中のすべてのね、ほぼすべての、まあボディーアーマー多分338ラプア貯められないので、大体の溜まって、だから溜まって、その06、7.62 の63の方かな。まああの、それぐらいしか基本アーマーピアシングでも止められないので、338ラプアとか、まあ基本的にアーマーで止めたところでめちゃくちゃ、なんていうのかな、エネルギーもあるしっていう、まあそういう話なので、まあね、おまわりさんが来てもね、自衛隊の人が来ても直接打ち込まれるだけで、まあ、ほぼほぼ死ぬというかさ、まあそういう風に考えると、まあ威力自体はめちゃくちゃあるから、まあ確かに強力っちゃ強力だわなっていう、まあそういう話にはなるんですが、まあもちろんですね、まあ338ラプアはね、もちろんめちゃくちゃ威力があって、まあ射程もあるので、反動ももちろんめちゃくちゃでかいから、338ラプアをね、フロートで撃ちまくれるみたいな銃は、まあ僕が知る限り、まあそもそも世界にいないですね。この世にいなくて、もちろん日本にもなくて、大体どれもね、ボルトアクションライフルなんで、まあちなみにこう最長距離抜いた銃はまあアキュラシーインターナショナルっていうね、まあイギリスのエルクロを作ってる会社のね、L115 の A3 っていう銃なんですが、まあ別に性能的にはね、どれでもまあそんなに極端に変わることはないので、まあタックの338とか無難だよねっていう、まあそんな感じですね。だからまあなんていうのかな、結局338ラプアがとにかく強いだけで、まあぶっちゃけそれがちゃんと撃てる、まあね、あの自作で作ったむちゃくちゃな銃とか、まあそういうことがなければまあどれでも強力っていう、まあそんな感じですね。はい。で、ちなみになんですが、じゃあ俺もね、この動画見て、そんな威力あんのかすげえな、この338ラプア。しかも日本で所持できんのかよ、と思って、俺も338ラプアの銃買うぜ、と思ってもですね、まあその散弾銃の所持を10年、まあ積み重ねるとかいろんなね、まあ他の方法もあるんですが、まあそういう要件を満たしても、まあ、銃も弾もですね、あんまり流通してないですね。338ラプアとか日本で使ってる人あんまりいないので、まあ調べてもそんなには出てこないので、まあ、買うときに困るっていう話だったりとか、弾も買えないしって話で、弾買えなくはないだろうけど、買うのめんどくさいしで、まあ、うんっていう風になりますし、しかも日本の民間の射撃場って、まあ、長くても、そのレンジの距離が300メートルとかなので、その338ラプアはさ、2キロとか撃てるときさ、
300m のそのね、サンサンテラプアからしたら至近距離を打ち込んでどうすんねんっていう、まあそういう話にもなるので、まあ338ラプアは、まああんまり人気がないというか、まあ射程を生かすことはできないというね、悲しい現実があるという、まあそんな感じでね、まあ何はともありでも、そうは言っても338ラプアはめちゃくちゃ強いぞっていう、まあそんな感じになってます。はい。で、次、次はですね、2位は、スプリングフィールドの M1A ですね。スプリングフィールド M1A はね、まあ画像で見れば、まあわかりますが、まあこれ人によっては、これ M14 じゃんとかね、まあ、EBR じゃんとかね、エバラというふうに呼ばれていることがありますが、EBR じゃんってなりますけど、まあ要はそれ系の銃ですね。で、もちろんね、EBR とかはね、米軍でも最近でもね、一時期使われてましたし、まあ、最近は SR25 とかね、まあ、要するに AR10 系列の銃にね、シフトしてってますが、まあ、EBR で使われてましたし、まあ、M14 はね、米軍が M16 を採用する前の銃っていう、まあ、そういうことになるわけですけど、まあ、そうですね、うちの国の場合、なんていうのかな、M1A の SASS ストックとか、まあ、ああいう独立型のピストルグリップじゃなくて、まあ、セミオートで、まあ、ピストルグリップじゃなければ基本的に所持できるので、まあ例えばスプリングフィールドの M1A の古い木のストックの M1A とかはね、まあすでに流通してますし、まあ普通に日本でもね、取引されてる記録がありますし、まあ調べてみると、プロマグっていう会社があるんですが、プロマグはちなみに SKS とかのカスタムで有名なんですけど、プロマグのアークエンジェルストックっていうのがね、M1A にありまして、まあこれも、まあ日本では、まあ流通しているっぽいですね。今調べてるんですけどね。まあ多分してて、まあほぼ確実にしてますね。扱ってるっていう情報で見つけたんで、まあそれで、まあ流通してますし、おそらく今後もね、まあプロマグのストックとかはね、まあ結構、まあなんつうのかな、エルゴノミクスが高いというかね、使いやすいというふうな話なので、まあ今後も将来的にね、おそらくちょいちょい、プロマグのアークエンジェルストック入ってくるんじゃないかなって、まあそんな感じに思います。で、まあここら辺はですね、まあ、M14 というかね、M1A 何が強いのって話ですが、まあ、それは強いだろうって話になるんですけど、まあ、射程もね 7.6×51 なんで、まあ、800m ぐらいはね、まあ、スコープとかつければありますし、アイアンサイトだとね、まあ、そんな 800m とか打てないんですけど、普通、まあ、800m ぐらい限界で言えばありますし、まあ、セミオートでバンバン連射できるので、まあ、それは強いよねって、まあ、そういう話ですよね。まあ、日本の場合、そもそも相談数が5プラス1までね、ライフルだったら、まあ、そういう規制なので、バンバン連射するって言っても、まあ、たかが知れてるだろうって、まあ、そういう話になりますが、まあ、そうは言っても、まあ、うんっていう。まあ、そんな感じで、まあ、M1A は強力っちゃ強力だよね、それはね、っていう、まあ、そんな感じになってます。で、ここでね、なんていうのかな、銃に詳しい人は思うと思うんですが、M1A よりも AR10 の系列の方が、まあ、操作性が高いから、強くねっていうふうに思う人もいると思うんですが、まあ、実際そういうもんらしいんですけど、海外とかだとね。それもね、まあ、なんていうのかな、大人の事情ってやつですね、みたいな。AR10 系列の銃って、日本、あんまり輸入できないですね。経産省の承認があんまり出ないので、AR 系列のね、まあ、7.62×51 シオンの銃はね。まあだからなんていうの、ヘッケランドコッコの HK417 とかさ、まあそういう系とかね、それを無理やりこう、スケルトンストップに、ね、サムホールストップにしたやつとか、そういうのって許可出ないから無理なんだよっていう、まあそういう話なんですね。まあだから、まあ M1A で妥協っていう、まあそんな感じになっています。はい。で、まあそんな感じでね、ライフルはこれで2つなんですが、そして堂々の最後はね、まあ、ベネリの M4 でしょうっていう、まあ、そこですね。まあ、ここまではね、338ラプアというね、むちゃくちゃな距離ぶち抜けるね、まあ、スナイパーライフルとか、まあ、スプリングフィールド M1A、まあ、昔ながらのバトルライフルですね。まあ、そこら辺を紹介してきましたが、最後の3位はベネリ M4 で、まあ、なんていうのかな。まあ、ショットガンも忘れたらいかんぜっていうのもありますが、まあ、ショットガンね、まあ、あれだよね。MIA は今もう、なんていうのかな。バリバリの軍用ではないじゃないですけど、まあ、ベネリ M4 は今でもバリバリの軍用らしくて、まあ、そんな感じで。M4 の場合、ベネリ M4 は何がすごいかというと、まあ、もちろん米軍で採用されてるよってのもそうですが、まあ、特にね、まあ、すごいというかね、まあ、今すごいポイントは、要するに海兵隊とかのショットガンを、M870 とかモスバーグだったのに、まあ、それを更新させてってるって、まあ、そこですよね。まあ、別に M870 でもね、モスバーグの銃だろうが何だろうが別に人に撃ちゃ知りますが、まあ、そうじゃなくて、よりね、エンハンスされていく装備の更新という面において、ベネリの M4 が導入されて、レミントンの M870 とかをね、米軍から徐々に駆逐してるっていうのがすげえって、まあ、そういう話で、まあね、まあなかなかエフェクティブな銃で、まあそういうことですね。で、ちなみにベネリの M4 はどんな銃かと言いますと、まあセミオートのね、12ゲージのショットガンで、しかもね、セミオートショットガンって大体こう、昔のね、なんていうのかな、
セミオートショットガンってロングリコイルとかなんかね、まあそういう感じで反動で動くのが多いんですが、ベルリンの M4 の場合、ガスで動きます。ガスピストンで動くので、まあ信頼性も高くて、まあその代わり汚れるんです。汚れますし、ガスの部分も汚れますし、まあレートもちょっとね、まあリコイルとかイナーシャ慣性よりはね、リコイルじゃねえや、レートが下がるんですが、まあそういう部分もあるけど、まあそうは言ってもちゃんと弾も出るしって、まあそんな感じなので、まあそれはね、ベネリの M4 に、まあ日本の場合相談数は、2プラス1かな ?3 発までなんで2プラス1までっていうね、そういう制限ありますが、まあそうは言ってもこうね、まあバックショットとかね、バックショットとかスラグを装填してね、ベネリの M4 で家突したらそら強いよっていう、まあそういうことなんで、まあうんっていう。まあそういうことですね。まあ大体ショットガンはまあぶっちゃけどれも似たり寄ったりっていうね、まあ12ゲージで同じ弾使うからさ、まあ似たり寄ったりって部分もありますが、まあそうですね。今でも、日本で流通してて、かつ軍用でバキバキに使われてるショットガンっていうと、やっぱ M870 かベネリ M4 で、で、新しい方はやっぱベネリ M4 だからまあ強いんじゃねっていう、まあそういう話になる。まあそういうことですね。はい。で、ちなみにですが、まあ今回3位までやっとここで説明し終わったわけなんですけど、実は今回番外編もありまして、4570ガバメントっていうですね、レバーアクションのライフルが番外編になります。はい。番外編ってなんやねんって話ですけど、なぜかね、番外編かというとですね、この弾基本的にですね、4570ガバメントってね、基本的に所持できないんですね。基本的にってなんだよって話ですが、例外がありまして、まあ、最初動画の前半部分で、日本のライフル銃の規制は 10.5 ミリまでだった。だから合計 10.5 ミリまでセーフって話しましたが、例外があって、大型銃、ヒグマとかトドとかね、ハンティングする場合は、その口径の上限がちょっと緩くなって、まあ、大型銃の場合は 12.0 ミリまでセーフっていう風になるんですね。で、12.0 ミリまでセーフってなると、4570ガバメントは、まあ、ギリギリこう所持できる範囲になってくるので、まあ、なんていうんですかね。4570ガバメント自体はね、ちなみに結構古い弾なので、ジュール換算で言えば338ラパーにも負けますし、射程で言ってもね、338ラパーには、ね、勝てないんですけど、まあそうは言っても現実的にはね、クマとかね、ヘラジカも余裕で枯れるもんらしいですし、僕が撃ったわけじゃないから知らんすけどね、撃たれたこともないし、4570でね。まあ何よりもですね、4570ガバメントは、ティラノサウルスがね、アメリカ人的に言えば枯れるので、まあね、ジュラシックワールドとかね、なんていうかな。まあ、その、ジュラシックワールドに出てきた銃の公式サイトにも T-Rex ハンティングできますって書いてあるんで、まあそういう感じで、まあ番外編っていう、まあそんな感じかなというふうに思います。はい。というわけでね、まあ、今回この動画ね、長々とお話しさせていただきました。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。